これから、波巻きスパイラルをやっていきます。薬剤はフィオレさんの BL ストレート、こっちがシステアミンベースですね。もうほぼシスアミですね。ロッドが設置する面にゴムをかけます。だいたいこの毛束に対して3本入るベースなんで、逆にこうトップとかはボリュームが欲しいので、ここはツイスパでいきます。ここは浮きやすいので、フロントの横の幅とここの幅よりちょっと半分ぐらいこうちょっと薄すらで、ややあったかめ、厚め、46度ぐらいかな。ほら、さっきよりギュッと。フロントは毛先だけなんですけど、ここら辺とかは少し根元の方とかにつけてやると。